シャキーン。ホットサンドメーカー？これを見よ。ホットサンドメーカーの形におにぎりを作ってきた。はい、今回はキャンプに持って行ったホットサンドメーカー型のおにぎりの作り方です。ちゃんと中まで温まるのでなかなか良かったです。まずラップを広げて、その上に塩を軽く振ります。そしてご飯をそこに乗せます。このままラップでくるんで、ホットサンドメーカーで一度形をつけます。今はまだご飯も少ないので、横に広げながら平らにならします。ラップの上からやると汚れなくていいです。具材を入れるためのへこみも作ります。上のラップをめくって具材を乗せたら、ご飯も追加します。そしたらまたラップをかぶせて、ホットサンドメーカーで押しつぶして形を整えます。次は海苔を巻いていきます。ご飯が出ていると割れて食べにくくなるので、海苔で全体を覆います。よし、これでできたと思ったんですけど、もう一工程あります。もう一度ホットサンドメーカーで形を整えて、真ん中をハサミで切っておきます。いざ食べるときに、あー切れねー、ナイフかハサミってどこだっけっていうのもめんどくさいですからね。あとはラップして冷蔵庫で保管、当日クーラーバッグに入れて持っていけばいいのです。今回お見せした動画はですね、最初の試作品なので両方梅干しが入ってましたけど、実際持っていったのは梅干しと昆布でしたね。これから寒くなるので、ご飯がちゃんと温まるっていうのはいいよね。 まだ予定は立ててないけど、次回行くとしたら同じようなメニューになるかな。それでは今回はこの辺で、また見てね。バイバイ。いい感じで温まってるやん。